日本では一緒にいる人のほとんどが日本語、小学生でも日本語を喋っています。もはや日本語は必要不可欠と言っていいでしょう。今回日本語ラーニングに改訂版が登場。新しい日本語ラーニングには日常会話編に加えて挨拶編もつきます。僕は日本語を聞き流してるだけなんですけど、逆に自然に入ってくるって感じですね。日に日に相手の言ってることが分かるようになってきて、日本語って楽しいなって思うようになってきました。改訂版では日常会話編に加えて挨拶編もついてくるので、僕も改めてマスターしたいなって思ってます。本当におすすめです。お申し込みは今すぐ日本語でお待ちしております。